異世界でスキルを解体したらチートな嫁が増殖しました。概念交差のストラクチャー。私はナギ様のものです。ナギ様の手で新しい私に変えてください。発動スキルストラクチャー。あれがエルフ、耳投げ。ドワーフ背引く。毛も耳いいよな、毛も耳。マジモンのファンタジー世界なんだな。すげえ。なんて感心してる場合じゃない。これからの身の振り方を考えないと。早速だが、異世界で王宮から追い出された。あらましはこうだ。学校に行く途中でバスが丸ごとこっちに引っ張られた。向こうの勝手な理由で異世界に召喚されて、あげく勇者やれ魔王倒せなんて冗談じゃない。そんなハードなこと命がいくつあっても足りゃしない。ちょっと待ってくれないか。国王陛下には許可をいただいた。彼と少し話をさせてくれないか。僕に何の用？てか早く出て行きたいんだけど。まずは自己紹介させてくれないか。僕は山添、君と同じ学園で生徒会長をやってる。こっちは同じく副会長の滝本。相馬なぎ。君を引き止めに来たんだ。僕たちと一緒に勇者をやってこの世界を救わないか。さっきの王様とのやりとり見てたろ。勇者をやる条件や待遇だって結局わからないし、怪我したくないんだ。わかるよ。右も左もわからない世界に放り込まれて不安なんだよね。だが安心してくれ。僕たちを中心にみんなまとまりつつある。君は一人じゃない。一緒に協力して苦難を乗り切ろう。ありがたいけど僕一人くらいいなくても近い。聞いてくれ。僕たちは運命に認められた勇者だ。世界を救うという重要な任務を任された存在なんだよ。その信頼と期待に応えないでどうする。君は勇者に選ばれたという使命感はないのかい。うざ。いや僕そういうの苦手なんだ。臆病だしね。ブラック企業の研修みたいなこと言ってるよ。義務感、使命感、熱意でやらせるみたいなやつ。何を恐れることがあるんだい？我々にはこの世界の人間にはない特殊なスキルがある。いざとなればみんなでこの世界の軍隊を制圧すればいいじゃないか。ダメだ。こいつらとは組めない。無理！とにかく僕には強いスキルもないし、みんなの足を引っ張るだけだ。放っておいてくれ！バカかこいつ。危険なこと言いやがって。国家反逆罪にでも問われたらどうするんだ。ちょっとあんた黙って聞いてれば何様のつもり。怖え女。会長は君のことを心配して言ってるのにその言いようは何。異世界で一人ぼっちだなんて死んじゃうよ。あんたらといるよりは生きれるよ。何？何でも。まあいいわ。もう十分でしょう会長。誠心誠意言っても通じない人間だっているんです。国王陛下と他の勇者たちが待っています。戻りましょう。ああそうだな。俺たちは世界を救わなければならないんだ。でもさ生徒会長、多少のチートスキルがあっても世界のルールを握ってるやつの方が強いんだ。僕は勇者のルートからは外れちゃうけど、君たちが生き延びられることを願ってるよ。王様のことも会長のことももう少しうまいことやれればよかったけど、やっちゃったものはしょうがないか。これから生き延びることを考えよう。王様にもらったのは服と防具と短剣、
それに銀貨100枚と金貨が3枚、薬草と2食分のパンと干し肉。まずこれでどれくらい過ごせるんだろう。ここはサバラサ大陸にあるリーグナダル王国の王都。この国一番の大都市だ。この王都の賑わいからして辺境の前線って遠いんだろうな。魔王の脅威が身近に迫ってるようにも見えないし、しかし異世界に飛ばされたっていうのに全然驚かないな。ゲームのなんだかな、環境が変わることに慣れすぎたせいだな。ネグレクト、親戚たらい回し、転校数十回、他。目標は生き残ることと普通の幸せ。前線に行くより街で生き残る手段を探そう。よし。それに僕が持ってるスキルって戦闘に向いてなさそうだし。剣術、掃除、強打、分析、異世界会話はいいとして、問題は僕固有のスキル、スキルストラクチャー発動。立ち上がっただけ。使い方がわからん。ほう、面白いスキルを持っているな、お前。見られ、おっと、探しても見えないぞ。肉体がないからな。なんのよ、勝手に人の頭の中覗かないでくれる。うん、すまんな。我々は思念の海を漂っているゴーストゆえ、コントロールが効かぬのだ。気に障ったなら謝罪しよう。他の人には聞こえてないみたいだし、テレパシーみたいなもんか。これはあれだ、ゲームとかで心霊や精霊が話しかけてくるやつ。ゴーストってことは残留思念みたいなもんか。日本の幽霊とはちょっと違うかな。お前、来訪者だろ。先ほど城から出てくるところを見かけた。何のことかな。そう警戒するな。魔王と対抗するため異世界からそういうものが召喚されていることは知っている。伊達に長い年月さまよっているわけではないのでな。ついてきてるし。うまいよ、レンガラドンイノシシの串肉だよ。一つください。はい、どう、一夜でしょ。ところで王都は初めてなんだ。宿っていくら？上なら20、波は15。それ以下はおすすめしねえな。お菓子っぽい。これください。そしてその来訪者には、お前のようなこの世界にはないスキルを持つ者が時々現れる。選ばれし者というやつだ。王様と同じこと言うな。こっちだって好きで来たわけじゃないし、戦えとか言わないよね。そんなことは言わないさ。世界の事情とかどうでもいいしな。そりゃそうか。ありがとうございます。いえいえ、巨乳。お兄ちゃん、ありがとう。うん、肉、パン、おかずで1食2、3あるしゃ、宿屋が15あるしゃで、1日だいたい20あるしゃくらいか。いつまでついてくるんだよ。まあそう邪険にするな。一つこの世界のことをお前に教えてやろう。なれなれしいなこいつ。お前の胸にあるペンダントだ。ただのアクセサリーじゃないのか。お、広場の先にある水晶の店を見ろ。あれはスキルを売る店だ。無事売買成立したらしいな。コントラクト。光り輝いて。あのメダリオンはお互いが同意の上で約束を守る誓いを交わす時に用いられるものだ。お前の持ってるペンダントも同じ効力がある。コントラクト。
この世界は契約が全てだ。ここには契約の神様がいて、契約した者同士拘束力が働く。契約を破った者には不眠の呪いが課せられ、最初は1週間おきに、次に数日おき、最後は毎日。どんなに意識が遠のいても眠ることは許されず、それでも契約を果たさぬ場合は死に至ることもある。スキルまで売買できんの？ゲームっぽいな。本人の同意があれば取り出すことも知ることもできるぞ。隣を見ろ。あれは奴隷を売る店だ。いきなり生々しい設定きた。喉に食べ物が。大丈夫か？大丈夫。いかん。ナチュラルに奴隷落ちの流れが見えた。勇者断ってよかった。そういえば王様、魔王を倒したら元の世界に戻すと契約するって言ってたよな。それって魔王を倒さない限り自由になれないんじゃ。王様怖っ。実はお前に頼みがある。我々は魔族すべての集合思念体アシュタルテイ。我々と契約してあの店にいる少女を救ってはくれまいか。いらっしゃいませ。奴隷をお買い求めですか？ああ、一人もらい受けたい少女がいる。名前はセシル。褐色の肌を持ち、小柄で美しい少女だ。たまにはダークエルフもいいかと思って。お客さん、クロートっすね。なんで僕にそんなことを。実は我々はお前がこの世界に来てからずっと見ていたのだ。そうなの？異世界に来たばかりだというのに、権力者の提案に疑問を呈し、町中でこの世界の情報を集め、我々のことも恐れず、種族間の偏見もない。そんなものにあの子を託したい。もちろんタダでとは言わぬ。契約し少女を救ってくれたなら、この世界のルール、剣、魔法、スキル、知り得るすべてを教えよう。名前はセシル。ダークエルフで幼く見えますが、年齢は14から15といったところです。彼女は我々の愛しろ。ダークエルフと偽ってはいるが、絶滅した魔族の最後の生き残りなのだ。魔法適性は高いですが、体格的に戦闘には適していません。すげえ犯罪の匂いするな。首輪って。この子と話したいんだがいいか？アシュタルテに君のことを頼まれた。セシル・ファロット。契約か。この世界の異分子という点ではお前もセシルも変わらぬ。魔族を差別する者たちの中にいるよりマシであろう。まあそうだけど。彼女はこの数日はこの店にいる。価格も12万アルシャと安いらしい。簡単に言うな。僕お金ないよ、契約しても。うん、それはお前の方で何とかしてほしい。ゴーストにお金は稼げない。契約しなくてもスキル使えるようになればいいんだよな。スキルストラクチャー発動。とりあえず強打レベル1セット。下の方にまだスペースあるな。じゃあここに掃除レベル1セット。スキルストラクチャーはスキルの内容を解体分解して、もしかして組み直したりもできたりするのか。お、動く。なんとなく分かってきたぞ。よし、これでどうだ。実行、スキルストラクチャー。すごい勢いで再構築されたスキルが変化していく。
なるほど、わかったぞ。スキルをカレーに例えれば、肉野菜、カレールー、水に分解してカレールーを砂糖醤油に入れ替えれば肉じゃがになる。スキルを書き換えるスキル、それがスキルストラクチャーの正体。悪いな、アシュタルテ、教えてもらうまでもなかった。残念だ。よし、じゃあ行こうか。うん。この世界のことを僕は何も知らない。その溝を埋めたい。生きるために、そのためには信用できる相手が欲しいんだ。だからさ、全部言わすなよ。一人ぼっちの来訪者と魔族、道行きとしてはちょうどいいよね。店主、セシルの売り値はいくらだ？18万アルシャです。貴重なダークエルフですしね。相場知ってるぞ。12万アルシャでどうだ？失礼ですが、代金はお持ちで？うちは側金がモットーでして。スキルで払うのはどうだ？スキルで？ここではスキルがお金で取引されてる。隣にスキル屋もあるし、現金化するより早いだろう。よし、呼んでこい。はい。こっちが売りたいのは、低レベルの魔物を掃除用具で吹き飛ばすスキル、レアだ。効果はこいつの言ってる通りで間違いない。実際に効果を見てもらいたい。害のない魔物とかいないか？魔法標的用のスライムだな。そんなんあるんか。マギュッチャーシューメーン。おお、すごい飛んでる。どうだ？どうと言われても、これが何の役に立つんで？まあぶっちゃけ、売りたいのはスキルそのものじゃない。スキルで短縮できる時間だ。え？あんたたちの商品は奴隷、人間だろ。移動中に魔物に殺されてしまえば儲けはパーだ。だけどこのスキルを使えば、弱い魔物は簡単に追い払える。旅の間、戦闘の回数が減る。奴隷が怪我をする確率も減る。つまりその分、移動距離が稼げて、旅そのものが早く短く安全に終わる。早く終わった分、旅で消費するはずだった武器の整備費、怪我の治療費もろもろが減らせるんだ。時間ってのはそういう意味だよ。それに価値を見出せないなら、よそに売りに行くだけさ。わかった、買う。スキルとそのことを交換しましょう。では正式に契約を。契約の神の名のもとに、互いの合意をもってスキル魔物一層レベル1とセシルを交換する。コントラクト。他に売りたいスキルがあったら言ってくださいよ。考えとくよ。セシル、行こう。アシュタルテが待ってる。セシルとの生活を始めるナギ。スキルストラクチャーを使ってセシルのスキルを再構築？そして待ち受ける新たな出会いと冒険。異世界でスキルを解体したらチートな嫁が増殖しました。概念交差のストラクチャー、コミックス好評発売中。